初代のマオリ王ポタタウテフェロフェロ現在のマオリ王、ツヘーティアパキマオリ王は、ニュージーランドの先住民、少数民族であるマオリの主張の地位である。王を名乗ってはいるが、国家から公認された地位ではない。それでも、マオリの間での権威は大きなものがある。現在の王は、第七代のツヘーティアパキ。1850年代、イギリスの植民者の手によって、マオリの土地は、 急速に奪われ、狭まった土地をめぐる優位感の構想も激化した。こうした中で、イギリスの王に倣ってマオリにも王をいただき、歴史的に部族ごとの結束、アイデンティティが強固であったマオリを統合しようとする運動が起こる。これを王擁立運動という。初代の王に選出されたのは、ワイカト族の主張ポタタウで、彼を王,王とするマオリの部族連合は、 白人勢力に対し結束して抵抗しようとした。これは植民地政府から反乱とみなされ、王擁立運動は困難な状況に立たされるが、その中で王は求心力と権威を獲得していった。仙台王の葬儀の席で出席した諸部族の有力者が後継者を選出、衰退することになっているが、実際には諸大王ポタタウの子孫が代々王を受け継いでいる。 ありがとうございます。